はい、こんにちは、ジャンゴネです。今回は、クラロワね、動画撮ろうと思います。ということで、行ってみましょう。まあ、とりあえず、箱から開けていきましょうか。はい、はい、はい、はい。ガーゴイルとオーブンですね。さあ、こっちは、アイスピリットと、破壊石。そして、まあ、ゴールドの箱ですね。こちらが何か。お、ガーゴイルの群れ。もうちょっとで上がる。見習い親衛隊。そして、スケルトンドラゴン。最後が、マスケット重視ですね。なるほど。さらに、ここに何かありますね。ザッピー。まあ、受け取っておきましょう。はい、ということで、じゃあ、やっていきますか。まあ、デイリー終わって、箱がね、埋まるまでやろうかなと思います。これは何だろう？イースタークラウンチェイス。あー、まあ、なんかもらえるってことだね。はい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 。OK、じゃあ、やっていきましょう。さてさて。まあ、ペッカから行きますか。まあ、相手は何もしてこなかったので、おお、レベル12、13、これは、あー、ちょっとそっちがまずいな。出せるものがない。これでちょっと止めてちょっと出せるもんがないんだ。ちょっと待ってね、これもう無視してこっち行くしかないわ。こっち行くしかないわ。さあ。もう。あーっと、ちょっと待って、ちょっと待って。でも止めるので精一杯か。オッケー。ちょっと力ずくだけど、しょうがない、受けらんないから。はい、オッケー。ほほほほ。まあまあまあ、しょうがない。右を受けてる余裕はなかったので、左突き抜けるしかなかったですね。で、相手も凍らせるので精一杯だったということで、かなりゴリ押しですが、まあなんとかね、勝つことができましたよと。やったぜ。で、5000ゴールドもらえる。あ、これももらえる？うん、ゴブリンか。使ってないな。さらにスタンプが手に入る。で、こっちも箱が開くようなんで開けちゃいましょう。ゴールド、エメラルド、エリートバーバリアン。アイススピリットと、クローンですね。さらに破壊石もゲット。オッケー、次行ってみましょう。さてさて。さあ。行くぞ。おっと、ちょっと待って。同じことしてる。まあ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 。うわっと。あー、ちょっとずるいな。凍らされた。はい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 。ま、相手は凍らせるのに結構エネルギー使ったのかな。ま、ただこれもちょっときついか。ベビドラさんだけだと一発もらってしまう。で、インフェルノドラゴンがいますね。これはちょっと苦手。ちょっと待って、これどうするか。あ、いや、まずい。まずいな、これ。はい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 。ちょっとこれはまずいな。
そもそもね、俺ペッカのレベル以外で相手の相手より優位な部分が基本ないから、ペッカのレベル互角だと厳しいよなっていう。ちょっとこれは突っ込んでみますか。あー厳しい。インフェルノドラゴンだよね、ちょっとそれ苦手だよね。はい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 、あー攻略されるのがちょっとまずいな本当に。はい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 、ちょもう一回もう一回行こう。あーあーでも届く。あ、オッケー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 、よし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 、オッケー、思わずスタンプあ、やったぜ。お、ロイヤルワイルド宝箱、なんだこれ。なんか手に入ったけど開けるのに1日かかる。まあまあまあ、これはじゃあ、中身を楽しみにしておきましょうか。そしてなんかもらった。さらに、あ、これはまだか。OK。じゃあ次行きましょうか。さあ、昨日は苦戦してたが、今日は調子いいか？もしかして。一旦コウモリ出しておく。手札にペッカさんが来ないと。ベビドラ出しておいて、うーん、にゃーって言ってる。こいつはぶん殴って対処しておく。あー、これビビリおじさんいないと厳しい。この人でビリビリさせていく。オッケー、いけ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 、いけ、よっしゃ、オッケー、これはもらったか。諦めたっぽいね。オッケー、よっしゃ、いいぞいいぞ、金の宝箱ゲット。さあ、早くも宝箱が埋まってしまいましたが、まあこちらまずデイリー受け取りましょう。さあ、うーん、箱の中身は1500ゴールド。さらに、こちらも受け取る。ブラスターね。そしてこれはあれか、36、50分の36、75分の100分の125分のってことだから、125まで集めるとなんかいろいろもらえるみたいですね。さらに宝箱が2つ。オッケー、受け取りましょう。スケルトンバレル、ステラ、あ、テスラアウトロー、バルキリー、はい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 。さらにゴールド、エメラルド、ロイヤルデリバリー、ヤノアメ、お、クローン今回2回目だね。で、バトルヒーラー。なるほど。ちょっと宝箱全部埋まったんだけど、なんかここでいろいろもらえるみたいだから、もうちょっと行ってみよっか。なんかおまけの王冠もね、25分の15って形であと10個もらえるみたいなんで、もうちょっとだけ行ってみましょう、今回は。さあ。ペッカ出す。おっと、これはよろしくって言ってるので、よろしくって言っておきましょうか。さてさて、あー、でも相手のがレベルが高、あー、インフェルノタワーはやだね。ちょっとやだね。
っていうかビリビリおじさん出すの遅かったか。あーしかも位置的にも遠いからやられる。あ、これひどいぞ。これはひどいな。ちょっと待って、まずい。うぎゃー、これはちょっと一本折られてるな。しかも食らう。はい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 、一発入れて退場か。さあちょっとインフェルノタワーが厳しいね。あーやっぱりペッカーどうしても溶けてしまう。そうか、ちょっとこれは勝てないな。まず1本折れるしね、ここで。まずここで1本折れるしな。そしてこちらの攻撃は、届きそうにない。もう速攻で行くしかない。それでももう無理か。いやちょっとこれダメだな。まあまあまあ、なんか突っ込むしかないよな、もう。なくなるタイム、あー、ちょっだダメだね。で、インフェルノタワーまたあるんでしょ。インフェルノタワーまたあるんでしょ。ちょっとそうだよね。そんな気はしたよ。完封だ。完封される。パチパチしてる。ニワトリしておきますか。なるほどね。次行きましょう。インフェルノタワーがちょっと厳しいね。とりあえず突っ込んでおく。メガナイトか。はい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 。ちょっと嫌だな。まあ、ビリビリさせていこう。あーでもなんかペッカがいつの間にかめちゃめちゃ溶けてる。バカな、そんなに削れてる。あーちょっと待って、それ一旦縦にするしかない。ちょっと待て待て、危ない危ない。うわーつらっ。ちょっと落ち着こう。まあもうこっちは1本折れちゃうのはしょうがないから、2本目は折る前提でいかんといかんよな。そいつがやだね。さて、あーメガナイト、メガナイト嫌だな。もう前から出してしまえ。くらえくらえ。
ああちょっと待って待って、それはまずい、それはまずい。ああせめて一発いってほしかったけどダメか、通らないのか、くそー。ああマジか、ああちょい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 、ダメだこれは。あーまた綺麗に一本折られてやられましたね。泣いときましょう。くそ次行きますか。いやなんか調子よく3連勝できたからもうちょっと続けるかと思ったら、その後急に勝てないっていうね。まあもちろんあれか、連勝するとね、上がっていっちゃうから、それが原因っていうこともあるんだろうけど、まあ、防衛施設に座れる。まあちょっとコウモリ出しとくか。抑えられるやつがいないので、しょうがないっすね。うむ。ちょっと幽霊置いといて。ん？ちょ、ペスカさんでぶん殴っておく。一発入る。一応ビリビリおじさんを後ろに添えて。はい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 。走れ。お、いけるんじゃない？あ、これは勝てそう。よし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 。もうなんかペッカが届くかどうかの勝負だよな。まあでもそういう戦法だ、これは。しょうがない。オッケー。はい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 。まあだからペッカの攻撃が届かなかったり、インフェルノタワーとかで溶かされちゃったりすると、まあちょっと、手も足も出ないんだけど、まあ、そうでなければ、気持ちよく勝てると。バーバリアン、お、なんだこれ。限界突破バーバリアン、6分の1。あ、これが、6個手に入ると、バーバリアンがパワーアップするってことだよね。はい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 。なるほど。これはじゃあもうちょっと手に入るのであれば頑張って集めていこうか。おー、ん？これはなんだ50。まあまあまああと2個は手に入るみたいだね。どうすか、もうちょっといくか。さて、ここは一旦コウモリ出し、おっと、ちょっと待って、それはちょっと待ってほしい。危なっ、あ、っていうか爆弾入るこれ。あー入ってる、マジか。しかもちょっと反撃ペッカでするには間に合わないか。あーちょっと様子見ましょうか。ペッカで突っ込んでいく。そいつはねちょっと早めに処理した方がいいのか。あ、でも処理できないのか。あーちょっと待ってそれきついな。しかもそっち行っちゃうのかよ。あーマジか、これちょっとまずいやつだね。
まあただ一応1780までは削ってるので、お、思ったよりベビドラが頑張る。あ、これならまだ互角か。いや互角だけどこれで折れるか。ちょっと待って、もうこれは防げない、しょうがない、折られておく、折られておくけど、いやまずい、本体折られるのはまずい。あー、そしてちょっとこっち出しちゃったけど、そうじゃないな、よし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 、こっちも折った、こっちも折ったのはいいけど、その後がまずい。ちょっと待てちょっと待て、それはちょっと待て、あーダメだこれ、それで折れる、ちょっと待って、これはもう前で行くしかない。折れなきゃ負けのつもりで行くしかないな、もはや。あ、入った入ったか、もう一発もう一発、もう一発いってくれ。ちょっと待った、あー、ちょっと待ってちょっと待って、無理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 、あー、コウモリしかいないのがきついか。終わろう次勝ったら終わりましょうか。お、よろしく。おっと、挨拶してる場合じゃない挨拶してる場合ではなかった。挨拶してる間にちょっと削られたな、300ぐらい。さあ頑張って取り戻していこう。レベル12か。さあもう一点集中突破あーちょっと意味ないザップ打った、意味ないザップ打ったな今。そしてレベル13ミニペッカー、割と強い。まあ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 、後ろから見抜いていきましょう。さあ届く、 OK、 折った、よし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 、折ればよし。さあじゃあもう一本、もう一本というか本体を狙いに行きますか。これは折れる相手、諦めた？諦めてはいない。まあビリビリの人この辺から出しちゃうか。あーっとメガナイトに潰される。ほい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 、まあ逆からもう一体行きましょうか。あーちょっと待って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 その増えるやつちょっとやめてほしい、増えるやつちょっと待って、それすげえ増えるくそー、いやなんかうまく対応できなかったな。あーまずい、はい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 。さあペッカ出して倒しに行きましょう。さあ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 、なんとかなんとか届け、うーんミニも、あー倒した倒したけど届かないか。
ああ、遅かった。寸止め。はい。ということで、まあ、一応ね、なんとか勝てましたね。ほい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 。うむ。まあ、今回はここまでにしておこうかな。箱も埋まっちゃったし。ただ、これいつまで？ああ、あと2日と16時間か。まあ、だったら回収できるんじゃないかなというところですね。そうか、そうか。まあ、もうね、俺の編成とレベルを考えると、まあ、一番レベル高いペッカで突っ込む以外、やりようがないので、まあ、この戦法に開き直ってね、やっていこうかなという感じですね。まあ、丸太の人とかもね、もう1レベルぐらい上がってくれたら、まあ、どっちを使うか、どっちも攻めにね、使えるかなとは思うけど、まあ、やっぱ12レベルと14レベルだったら14レベル回した方が強そうだもんね。だから、ペッカがもうどうやっても通らないような相手だと、ちょっと俺は勝てないのかな、今、現状だとねっていう、ところかな。まあ、ペッカとミニペッカ両方入れてる人も見るし、まあ、両方入れて左右揺さぶるとかもありなのかなとは思うけど、ミニペッカはまだレベルが9だからね。まあ、やっぱペッカの方を対処されちゃうと、ちょっといまいちかなとかね。そんな感じっすね。はい。ということで、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。